ありがとう。リスワン1位おかげさまで、昨日獲得することができました。2日目に取れたのが初めてだったので驚いてますね。2日目に取れたのはありがとう、本当に快挙ですね。まあ、運が良かったっていう部分もかなりあると思うんだけど、まさか2日目に取れると思ってなくて、本当に狙った日じゃなかったんで、たまたまね、パチスロ配信がすごく受けてて、すごい新しいリスナーさんがたくさん来てくれて嬉しかったですね。嬉しかったっす。これでね、4月は伸び伸びと配信ができるんで、閲覧数もかなり多かったんですよ。アクティブ500とか。嬉しかったですね。7949人のリスナーさんに見ていただけたみたいです。すごいよね。2日目に撮るのってめちゃめちゃ難しいからね。ふわっちの全配信者の中でトップ取れて2番目にトップ取れたっていうのはすごい嬉しい。本当に運がいいなと思って、なんか3月の呪いが嘘みたいだよ。本当に3月は呪われてたからね。リスナーさんにも言われた、まさか和道が2日目に撮ると思わなかったわっつってすげえなーって言ってもらえて、俺も撮った日はすごい喜んだよ。もうのんちゃんとはしゃいだよ。のんちゃん 2番目に撮ったよっつって、1位だよっつって。バタフライテールさん、風船10個ありがとう。おめでとう、ありがとうね。ありがとう。いやすごい嬉しいです。僕は結構マジで感動してますね。いや頑張ってきてよかったなと思って。昨日のスロットはね、結局4万負けだね。3万9000円負けか。最後ね、あの見せ場作って、あの連チャンが始まったんだけど、あの台は辛いかな。ちょっと打ちたいなっていうのは思わないかな。森下さんはどつ、あの台をもう一回打ちたいっていうのはない。シャマジロありがとう。ワドツー風船ありがとう。リスワンありがとう。森下さん、いやめちゃめちゃ嬉しかったよ昨日のリスワンは。こんな2日目に自分が取れると思ってなかったから。はい、ワドツー、鶴さんいらっしゃい。嬉しかったなー。月始めリスナーおめでとうございます。ありがとう、ジャマジロー。ありがとう。風船もありがとうね。クリームソーダいらっしゃい。ありがとう。みんなのおかげです、本当に。いやー、ラッキーだよ。実力、運も実力のうちっていうんなら実力かもしれないけど、本当にラッキーだったと思ってる、今回は。本当の本当にラッキーだなーって。まあね、ちゃんと配信やってたからっていうのもあるんだけど、あの金梅さんとかが放送あんま開かなかった、よっさんもやらなかったっていうので、その競合がみんな休んでたところにスルスルっとうまく入ってって閲覧が稼げたっていう部分あると思うから。でしかも和道の放送です、あの今までで一番面白かったって言ってくれる人もいたぐらいなんか盛り上がって、ゆうすけさん花火ありがとう。ゆうすけさん花火ありがとう。ありがとう。サンキュー。花火ありがとう。嬉しいです。あざーす。
やー、嬉しいよ、本当に。リスワンは必ずもう、カビニートは勝つ。あ、サムネ戻した。フクロウやめたんだ、ゴリラにしたんだ。だってさ、リスワンはさ、もう半年間ずっと撮ってるんですよ。もうふわっち配信者になるって決めたから、リスワンだけは撮らないとダメじゃん、やっぱり。その、なんつうの、ある程度本気でやってるならさ。で、30人とか29人とかさ、少ないわけですよ、リスワン撮れる人数って。だからね、ほんとね、プライドを持ってやってますね、毎回。はい、たくみさんはどついらっしゃい。いらっしゃい。超嬉しいね。なんか今日のあれじゃない？放送盛り上がってるところなくない？ ふわっちなんか盛り上がってなくない？盛り上がってる？なんかあった？なんか全然盛り上がってない雰囲気なんだけど。マナブンさんはどっちいらっしゃい？なんか面白い放送あった？事件はない？今日。大丈夫？パトロールしてきた？みんなは結構いろんな放送を見るの？誰を見るの？ありがとう、マナブン。おかげさまでリスワン取れました。じゃがいもは盛り上がってた。じゃがいも頑張るよね。じゃがいもは何があったの？じゃがいもはなんかすごいふわっちの新星って感じがする。初見さんいらっしゃい、ひろとさん。どうも、ワドです。よろしくお願いします。いやー、なんか達成感がすごいあるよ。嬉しいよ。え、何ガチ詐欺バレって なんか騙したか。こちらこそよろしくです。 MR スポックさん、パコ主やろう。誰がパコ主なの？パコ主、じゃがいもがパコってると思えないよ。寸借詐欺、寸借詐欺ってなんだろう。寸借詐欺 寸借詐欺、詐欺、寸借、寸、ん？寸借、寸借詐欺って、寸借ってどういう字書くんだろう。寸借詐欺とは代表的な詐欺の一つで、人の善意につけ込み、少額の現金を振り込む。おお、ありがとう、マリアン。森早さんはどつう？エセアカ、カソ。エセアカいたでしょ？エセアカやってるよ、全然。アムチンが形出しながらテキーラ飲んでた。え、バンになるんじゃないの？大丈夫なの？乳首バンないんだっけ、ふわっちって。なんであいつは女装してるんだろうね。よくわかんないよね。なんで女装をやってるんだろう。はい、わかつ。ちゃうかな。面白いのがない間にパコ主配信やって、やってらってあみ。やってらってあみ。マルスさんはどっち？新しいフォロワーさん、モリサさん、ケイボーさん、ピカマンさん、シバさん、フォローありがとう。Thank you.
後ろのバッグかっこいいな。そう、これね、最初はバカにされてたんだよ、すごい。ランドセルだっつって。でもなんか便所太郎さんがなんか和道のバッグかっこよかったって言ってくれて、でなんか評価が急にグンと上がって、和道リスナーみんなねバカにしてたんだよ、ランドセルだっつって。本革でできてて、色合いがちょっと落ち着いてきたかな。なんかクラシックな、なんつうんだろうね、こういうバッグ。そうそう、ランドセルだってバカにされてた。これなかなかいいでしょ。ハンドメイドバッグだね。手作りで。やってって。面白いのがない間にパコの支配人やってって。ごめん、主語がないからなんかわからない。結構女の人は可愛いって言ってくれるね。渋谷にあるヘルツっていうメーカーのバッグで。そうそう、女の子がすごい可愛い可愛いって言ってくれて。俺が自分の服とか小物とか全部白と黒と赤に統一してるから、テーマカラー白黒赤だから、あ、じゃあ黒いバッグにしようか。キャメルのバッグとかもあったんだけど、でも赤が可愛いかな。赤作る人あんまいないんだって。なんか5つの色の本革で5個の色から選べるんだけど、赤がいいなと思って。で、ここの会社すごいところが、一個一個手作りでやってるから、この持つところだけ黒い革とか、このポーチの部分だけ、この上のかやつだけ黒にしたりとか、ここだけ黒とか、このベルトだけ黒とか、全部色を選べるんですよ、お金払えば。赤は好きですね、僕。赤色、子供の頃から赤黒が好きで、まあ白も好きだけど、赤色は好きです。情熱の色だからね。S 赤なんでこんな落ちぶれちゃったんだろうね。もっと人気あったよね。なんで S 赤急に顔出ししなくなったのが俺原因だと思ってんだけど、なんで顔出しやめちゃったんだろう。イケメンなのにね。BGM は好きな人と嫌いな人がいるかな、この BGM。嫌いな人は嫌いっていう。ワド勝ったな、 S 赤に。俺ね、誰かと比べるのあんま好きじゃないんだよ。なんか誰かと比べて勝ったってすごい意の中の蛙だと思ってて、世の中にはいろんなすごい人がいるからね。南国少年、ロシアの地下鉄やべえ、テロ、マジで。ハンドメイド最高、壊れにくいし。これはね、20年使えるバッグで有名なメーカーなのね。20年使えますよっていうのを売りにしてるの。だから本当に店とかに20年前に作ったバッグとかを、そう、リスナーさんじゃない、お客さんから買い取って展示とかしてるんだけど、すごい物持ちがいいよ。で、そこ修理もやってくれるから本当に使えるの。20年使えるバッグです。イスラム国、マジで。ロシア、テロ。日本はテロがないからいいよね。まあオウム真理教事件はあれはテロだろうけど。ニュース、いつ頃あったんだろう。地下鉄ニュースに出てないな。地下鉄あった、ロシア。3日爆発があり負傷者が出てる。マジか。なんでテロに走るんだろうな。
普段使うものにはいいの使いたいよね。物持ちがいいって意味ね。高級なものを使いたいってわけじゃなくて、やっぱ本当にいいものってさ、頑丈だったりとかさ、壊れにくかったりとか、長く使えたりするんだよ。本来ブランドってそういう意味でブランドだったはずなのにね。信用性が高まって、このメーカーのものはいいですよっていうさ、最近そんな感じのものが少なくなってる気がする。なんかブランド品でも、なんかデザイナーとかが無理やり素材とか組んじゃって、壊れやすかったりとか。なんかデザインは俺シンプルな方が好きだから、なんか壊れにくさってすごい重要じゃない？理想おめでとう。まぎるさんありがとう。おかげさまで快挙ですね。奇跡が起きました。 2日目に撮れるっていうのは本当に快挙だと思ってて、この2日目に撮るっていう難しさを俺よく分かってるから、本当に運がいいなと思ってびっくりしてる、マジで。多分昼間の段階でも7000人とか言ってた、昼間じゃないか、夕方の時点で7000人とか言ってたから、多分諦めたっていうのがあるんだと思うけど。ハンドメイドの財布使ってるけど15年使えてる。すごいね。まあ、ハンドメイドだから長く使えるってわけじゃなくて、職人さんの腕がいいからだと思うんだけど。いやー、運の要素がかなりあったかな。大手街道来てる。大手街道どうなんだろうね。俺はあんまりわかんないかな。自分のことって分析がすごい難しいのね。客観的にっていう。ただ、なんていうの、今回のことに関しては、ある程度実力と運がないとできないことだから、一皮むけたのかなっていうのは正直思った。成長してるのかなっていう、ふわっちの中だけだけどね。すごい嬉しかったよ。認めてもらった気がして。こんばんは。すごい嬉しかった。狙ってないでできたっていうのがすごいよね。絶対狙わないとできないから、狙ってない日にそれが起こったっていうのも、なんかね、不思議なリスワンだったよ、今回は。本当に狙ってなかった。まあ、後半は取れるかもって思ったから狙ったけど、家に帰ってきてからは。すごかったよね。何があるか分かんないかな。こうナンバーワン取るっていうのがね、そのさ、みんなの人生の中でさ、学校でも職場でも何でもいいんだけど、一番になるっていうことを経験するってさ、ほんの一握りじゃん。俺なんか習い事でも運動でも学校っていうか勉強でも、その学年で一番取るようなことっていうのはなかったから、人生の中で。ある、みんな県大会1位とかさ、何かで全国1位とかってないでしょ。だから、たかが配信かもしれないけど、一番取れるようなことが自分の中にあるっていうのはすごい不思議な感じがするよ。くだらないことかもしれないけど、自分にとってはね、誇りです。そう、スロット配信の日ね、リスワン取ったんですよ。ありがとう。スロット配信面白かったね。
負けてる時に出てくる人格は面白い。いやーもう突っ張りますよ僕は。 それ言われた結構ワド負けてる時面白いなって、狂った人格が出てくる。スロットは何が好きなんですか？いや、全然スロットあんま打ってるわけじゃなくて、普段。そう、生活保護だったの、俺が。もともと、去年まで。だからギャンブルとか全然できる余裕とかなくて。まあ、もちろん倫理的にも良くないじゃん。だからやらなかったの、4年間ぐらい。で、久々、その生活保護抜けて、まあ、普通のことができるようになったからやってみようということで。そしたら配信回せってみんな言ってくれて、じゃあ配信回しながらやるか、つって。で、そしたらなんか、アクティブ500ぐらいになって、すごい人集まって、え、こんなに需要あんの？と思って。最近減らってなくない？減らりゲーって言うけど、俺は別にゲーだと思ってないから、ありのまま流してるだけだからさ。写生大会で1位。あ、絵うまいんだ。絵うまいんだね。俺、絵心は皆無だから。ソドムさんいらっしゃい。旅はいつから出るんですか？旅はね、10日からですね。1週間後。すごいよね。旅もだけど練習もあるから大変。でもまあ走って体力勝負だと思ってるから。そこは。こんばんは。嫌な気持ちにさせたらごめんだけど、あの動画、ロハクさんとのガチ。いや、別に嫌な気持ちにはなんないけど、何の件、あの動画のっていうか、あの動画っていうのは主観的じゃん、のりおさんの。あの動画ってどの動画？ 世の中には無限に動画がいっぱいあるから、なんか、その、あの動画っていうのはどのことを指してんの？ロハコさんとのガチっていうのは。あ、ロハコ事件、もうだいぶ古い話だね。もう全然だよ。あれは、経緯があって、もともと、ゴシャブ事件って呼ばれてんのね。でも、事の経緯を言うと、すごく長くなるんだけど、柏木くんっていう男の子がいたの。すごく面白い男の子で、吉本の芸人さんだったのね、もともと。で、その子はホームレス配信をやってて、俺の家に泊めたりとかもしてたのよ。で、まあ、ちょいちょい絡みがある配信者だったのね。若い男の子、柏木くんっていうのは。人気配信者だったの。で、俺の家に泊めてやるよって言って呼び出して、で、ロハコさんに紹介したの。ロハコさんの家に泊めてあげるようにしたの。で、お互いに、その好きな配信者だから、なんか粗相がないようにねって。言ったの。ロアコさんにお世話になるんだから、ロアコさんに粗相ないようにねって。で、2週間ぐらいほっといたのよ。で、全然連絡なかったから、うまくいってるんだろうなと思ったら、なんか柏木が減らり始めて、なんか暴露枠を始めたのよ。そしたら和道が詐欺師だみたいなことを言い始めて、なんか俺ははめられたみたいなことを暴露枠を始めて、で、なんだなんだっていう風になったら、要はロアコさんにしゃぶられたと、フェラーをされたっていうことを言ってて、で、炎上したのよ。俺は知らなかったの、全くそんなことを。はめるつもりも全くないし、本当に好意で助けてあげようと思ってたんだけど、そしたら柏木が横山みどりさんに、相談しちゃってことがでかくなったのよ。もう5回も喋られてるし、ロハコさんが嘘つきまくっててっていうことで大炎上したの。そう。で、俺はロハコさんに話聞いたら、そんなことしてないって突っ張ってたのよ。要は認めなかったのね。じゃあ俺、ロハコさん信じるよって言って、で、みどりさんがロハコさんの家にリアトする流れになったの。で、あんまりにもロハコさん叩かれてたから、かわいそうだから、じゃあ、ゲイっていうキャラを作って、ゲイキャラになってごまかしてあげるよって言ったのね。俺とロハコさんが恋人だっていう新しいスキャンダルを作ったら、もうこんな流れ吹っ飛ぶよって言ったら、ロハコさん
ロアコさんが和道さんと付き合ってますって、そのカミングアウトして、で緑さんに呼び出されたの。俺裏に隠れてたんだけど、駐車場のところで隠れてたんだけど、呼び出されて、その即興芸なんだよ。だからそのなんつうんだろう、緑さんがじゃあキスしてみろよっつって、っつって、無茶ぶりすぎるだろうとか思ったんだけど、そういうのをみんな楽しんでたの。台本とはちょっと違うんだけど、アドリブに近いかな。そう、その場その場で、なんかもうかわいそう。でも実際蓋開けてみたら、ロコさんはそういう柏木くんに そういうことをやってて、もう3日3晩ずっと神会だったみたいな、そういう感じで、もうなんかみんなが盛り上がってたっていうのがことの真相。だから俺の昔からのリスナーさんはもうそういう目線で笑ってたし、なんか和道とロハコが付き合うわけねえだろうみたいな。だけど緑さんの枠ではなんだかもうしっちゃかめっちゃかになってた。みんながみんな嘘つきまくっててみんながみんな嘘つきまくってて、嘘が嘘を呼んでどん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 炎上していくみたいな。それがすごい面白かったんだよね、ロハコ事件は。ゴシャブ事件ね、あれはリアルタイムで見てたら爆笑すると思うよ。本当にすごかったよね、コメント数ね。あれリアルタイムで見てた人いるのかな、今でも。あれは笑ったよな、ほんと。毎日が神回だったからね。だからあれじゃん、本当に神回って言われてる歴史に残る神回のね、当事者っていうのは初めてだから、うん、あんなあれが神回かと思ったよ。いや別に本当でも嘘でも別に面白いんじゃないっていう。俺はリスナーさんが面白いと思ったら何でもありだと思ってるから、誰も損しないしね。あれからロハコさんはゲイキャラになったんだよ。ゲイキャラっつうか、ゲイをカミングアウトしてもう開き直って、そう、もう誰にも隠さなくなった。その後俺は鮫島に拉致られたんだよ。で川行こうぜっていう名言が出たんだよ。じゃあ川行こうぜっていう。でも次の日にもう流行語大賞を取るって言われてた、じゃあ川行こうぜがロハコさんに、ここは僕ん家だぞで一瞬で取られたっていう、ね、次の日にはまくられたんだよ。悲しかったな。あーそうなんだ、結構有名だよあれは。あれはもうニコ生見てる人だったら全員知らないで、3日間寝れなかったって言われる伝説だもん。いやマー君って人はあのごめんタブー、あのもう関わりがないからタブー、あのブロック入れるよ、その話はダメっていうのもリアルな知り合いだったんだけど、もう逮捕されてるし、俺はもう付き合わないって決めてるから。そうで周りの取り巻きの人とかも巻き込んじゃってるから、ごめんそれはタブー、うん、別に俺は本当のこと話してもいいんだけど、もうトラブルが多すぎるからさそうそう、あれはタブー、あれはガチの人だから俺はなんかネタにできない人はもうあのもう話しても意味がないと思って、トラブル呼ぶだけだから、うん、それは話さない、そういうタブーの話は何個かあるのよ裁判沙汰にもなった件とかもあるから。ロハコさんとのは体張ってたよね。体張ってたっていうか無茶ぶりに答えてたって感じじゃん。だからみどりさんがもう面白がってずっとロバってるんだよね。そうでどん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 無茶ぶりしていって、あれ汚ねえよほんとやり方、みどりさんずっとロバってんだもん、カメラこっち向けて、ずりーよ。まあでも面白かったかな、あの日は。すごい面白かったね。ニコ生のトップに走ってる人かな、本当にミスターニコニコ生放送って呼ばれてる人だから、
ニコニコ生放送で知らない人はいない。ふわっちでいうコレコレとか石川紀之みたいなポジションの人。ニコ生オンリーだね。で、ニコ生で知らない人はいない。若い子は知らないかもしれないね。最近の若い子は知らないかもしれない。横山みどり知らない人がいるんだもんな。ミスター配信者って言われてんのに。すごいよ。ニコ生面白いよ。まあ今のニコ生面白くないけど、全然昔のニコ生面白かったよ。本当に最高だったよ。スマホだと、完全にあれはパソコンで見るサイトだね。みどりさんどうなってくんだろうな。変わらないんじゃないの？もう固定のファンはいるわけだから、食っていくことは難しくないじゃん。あ、離婚のことを言ってんのかな。どうなってくんだろうね。まあ、今と変わらずっていう、なんか、誰がどうなるっていうのはね、なんか何も変わらないってイメージなんだよね、俺。何かが変わったことってあんまりない気がする。変わらないっしょ。何にも変わらないよ。え、ツイキャスやってんの？嘘でしょ？え、マジで言ってんの？ツイキャス遅っ。遅っ。マジで？マジで？そんな話初めて聞いたよ、俺。本当に？え、マジで言ってんの？閲覧集めてんの？向いてないでしょ。無理があるでしょ。金梅さんとか佐野さんとかのニコ生出身なんだよね。そう。全然面白かったよ、昔は。あれだけニコ生だけって言ってて、オープンレックやってるぐらい。もう引くよね。さすがに引くレベルだよね。ちょっと引くよ。いやでも食っていくこと考えたらニコ生は無理だって。だってさ、野田ゾーリクラスでさ、月間の収入30万とかでしょ？ふわっちで30万稼いでる人なんか5万といるじゃん、アイテムで。だからふわっちのシステムがいいんだって。一番面白かったから花火あげるよっていう、アイテムあげるよっていう、この仕組み、バランスがいいんだよ、距離感が。ふわっちは、そうだな、俺の収入で言うと、半年間やってるのね、ふわっちを。半年間で言うと、1、2、3、4、5、5ヶ月か。5ヶ月やってんだ。で、4月で6ヶ月目なんだけど、
初月が3万円なんだけど、これは10日間なのね。3万円はだからカウント外して、1ヶ月目が18万、2ヶ月目が16万5000、3ヶ月目が20万、4ヶ月目が25万、6ヶ月目が18万とか、それくらいかな。いや、全然喧嘩凸とか違うんだよ。俺喧嘩凸で有名になっちゃったんだけど、俺喧嘩凸かけたことほとんどないの。嫌いなの。そうじゃなくて、ほら弁が立つじゃん。だからいろんなやつが喧嘩凸者が俺のところに凸をかけてきて、でことごとく論破して、でなんか標的にされちゃったんだよ。俺からかけたことほとんどないよ。団子ありがとう、まきるさん。団子ありがとう。全然だよ。俺から喧嘩を吹っかけたことなんかほとんどない。就職しなくてもふわっちで1本やってる金額だな。そうだね、俺もそれでバイト辞めたかんね。あたるちゃんふわっち来てる。あたるちゃんって人知らないな。最近の配信者かな。聞いたことない。あんまり昔すぎる配信者と新しい配信者は俺わかんないんだよ。昔は別人だったよね。そう。多分ね、盛り上がってる時とか、揉めてる時とかばっかり、その初見になることって多いじゃん。盛り上がってるから、ああ、この人かって言って。だから、その印象がそこでついちゃうだけで、俺全然変わってないよ。こんな感じだよ。ただ、荒れてる時とかに初見になる確率って高いじゃん。そういう時を見ちゃうんだと思うよ。多分。その時の印象でしょ。普段昔から見てる人は全然変わんないよねってよく言うもん。ただ、のんたんと付き合い始めてから丸くなったとは言われるけど、そこはあんま自覚ないかな。多分ね、のんちゃんがマイルドなキャラだし、女性だから、画面に映ると、優しく見えるんだ。どう一生ってね、そんなことないと思うよ。これ人気商売だから、流行り廃りみたいなものすごいのよ。維持するのも大変だし、結構大変よ、配信業。いつダメになるか分かんないっていうのは毎日考えてるから。それこそ石川紀之とかさ、あれくらい有名になったら、まあ困ら、食うのには絶対困らないとは思うけど、金映えさんとか。俺なんてさ、いつ干されるか分かんないポジションだから、そこには危機感持ってるかな。早く大手にならないとっていう。コーヒー買ってきてもいい？ ドリンクが切れちゃったからコーヒー買ってきてもいい？ 5 分ぐらい、5分もかかんない、3分ぐらいで戻るわ。コーヒー買ってきます。
ただいま。それこそね、まあでも配信で食っていくなんか無理無理って散々言われてきたからね。うなちゃんが和田さんディスしたの知ってる？知らん。 なんでディスしてたの？なんてディスしたの？ちょろっと言っただけでしょ。興味ないよ、うなちゃん俺のこと。光栄です。レジェンド配信者にディスっていただいて光栄です。もうちゃんまん好きだよ。本当に嫌いだったらさ、興味がなかったらディスってもらえないから、うなちゃんにディスられるようになったのは僕としては光栄です。 KP なんだろう、それなんて言われたんだろう。ふわっちディスってな。 どうせあれでしょ、青2歳とかさ、過疎とかそういう話でしょ。消えそうって言われてた。消えそうって言われたんだ。 なるほど。 いや、光栄ですね。消えそうどころか最初の頃なんかさ、名前も出してもらえなかったんだから。いや、もう3年前、4年前なんか俺なんかうなちゃん大好きでさ、ちゃんまん大好きで、俺ちゃんまんきっかけでこの世界入った人だから、もう相手にしてもらえないのよ。誰だお前みたいな。トツもかけてもらえ、かけられないし。だからそれから比べるとさ、今なんかさ、いろんな大手配信者がさ、俺が憧れてた配信者がさ、放送見に来てくれたりとかさ、そうそう、無理やりスカトツとかしても全然出てもらえなかったりとかしたり、たまに出てもらえていじってもらえたりとかしてたぐらいなのね。その頃から考えると消えそうって言われても嬉しいよ。誰だお前って言われてたの。の人もすごい、お金ザクザク、振り込みされてるって言ってた。だったら家賃払えよ。だったら家賃払えよ。そう思わない？ゲルゲかわいそうだろ。まあ見え張るからね。まあでも、まあ、あの人もすごいっつうか、まあ金梅さんとかちゃんまんとかみどりさんとか石川紀之っつうのはもう1レベル2レベル、頭2つ1つ、1つ2つ違うから。まだね、足元にようやくかするぐらいになってきたってことでしょ？消えそうは笑えるよな。ともきゅん、老化なのか、ゾンビ顔出さなくなった。最近出してないね、ちゃんま。ちゃんまでもいい顔してるよ。味がある顔してるよ。いや、ちゃんまの話は面白いよ。癖になるよね。中毒性が半端じゃないよね。俺は全然ちゃんまんにディスられるなら光栄ですよ。いくらでもディスってもらいたいよ。雑学のすごいよ、やっぱトークスキルは半端じゃないと思ってる。本当にすごいよ。半端じゃない。雑学と不可視は最高だよね。
ハブについて知ったか知れた時は突っ込みどころ満載だったけど面白い。そうなんだよね。面白いかどうかなんだよ、配信者って。雑学を知ってればいいってわけじゃなくて、突っ込みどころがあった方がリスナーさんは面白いわけだから。でも、リスナーさんのいろんなジャンルのコメントを拾って、自分なりに話すっていうことができるっていうのは、配信者として俺は鏡だと思ってるね。基本中の基本がね、できてるわけだから。はい、ワドツー、カエルさんいらっしゃい。ただまあ、お店もやっててうまくいってたみたいよ。チャンマンの周りの人から聞いたけど、財布の中に200万ぐらい入ってたっていうふうに聞いてたから。で、お店もうまくいってたみたいよ。ふかしじゃなくて。立川の配信者の前の世代ね。米稼ぎとは違うけど、やっぱりリスナーさんの何をしたら喜ぶかみたいなのを分かってるんだよ、ちゃんまんは。まあ、教科書通りっていうか、まあ、教科書通りっていうか、もう、ちゃんまんっていう教科書だからね。テキストだから、あれが正しいやり方なんだよ。ミスター配信者だよ。俺はちゃんまんのスタイルが一番好きだから。だってさ、和道の話題振られてさ、いや、和道は伸びるよっつって、何が面白いんだってなるじゃん。いや、和道は伸びるよ、これからよ、とか言ってもさ、リスナーは喜ばないわけだ。それよりもさ、あ？和道？いや、消えるだろ、おい。って言った方が、リスナーは喜ぶわけよ。だから、返しとしては完璧なんだよ。教科書通りの返しをしてるんだよ。YouTube みたいに配信者の事務所誰か作ればいいのに。絶対無理。絶対無理。実は2、3個あるんだけど、やっぱ苦戦してるし、配信者になるのって、働けない、要は働く、普通に働くことができないさ、ろくでなしがなるわけですよ。有名配信者っていうのは。働けるんだったら働いてた方がいいわけじゃん。働くこともできないクズ野郎たちがなるのが俺は配信者だと思ってるから、そんなのをまとめてどうすんだよっていう。そんなのは無理だよ。自由にやりたいから配信者になったの。誰にも縛られたくないから。で、何かに、組織に属するってことは、ルールを守らないといけないってことじゃん。無理無理。ウームはあれは素材提供して動画編集とかを勝手に事務所がやってくれて、 SEO 対策もやってくれるから楽になるからやってるのね。取り分取られてもいいやっていう。株式会社おはようさんで、あんなん企画みたいなもんだからな。あれはだからチャンネルばらまいてるだけだから。会社ではないでしょ。組織ではないでしょ。ガメラの会社って誰所属？ガメラさんは桃入りとかじゃないの？わかんないけど。桃7か。俺はだから、組織のそういうスカウトみたいなの来ても断ってるようにはしてるけど、自由にやりたいんで。ただ、お仕事フリーでもらえる感じだったら受けさせてもらうけど、所属は多分向いてないんでっていうふうにお断りはさせていただいてる。無理ですっていう。朝起きられないし、ミーティングとかもめんどくさいんでって言って。ただ、仕事をフリーで取り分抜いて折半とかで持ってきてもらえるんなら、やりますよとは言わせていただいてるけど。よっさんって人もゴミ屋敷で喋ってるだけで花火バンバンが。だって、あの人、横山みどりだってすごいもん。だから、それこそ金映えさんとかと同じクラスの人なの、ニコ生では。リスナーの数が違うじゃん。人気配信者だもん、よっさんは。帝王って呼ばれてんの。ニコ生を知らない世代が出てきたっていうのはちょっと感慨深いよね。ひまわり、予算のリスナーにはひまわりっていう囲いたちがいるの。
お酒飲まずにちゃんと話してると面白いね。いや、あれで普通の人だよ、本当に。お酒飲んだらヤクザの血が騒ぐだけで、アル中の血が騒ぐだけで、あの人別に酒飲まなかったら普通にいい人だからね。典型的なアル中だよ、あれ。だから石川紀之がよっさんのこと殺そうとした事件とか知らないんじゃないの、紀夫さん。ニコ生見てないってことは。あの壮絶な殺し合い。知らないでしょ、紀夫さん。石川紀之よっさんのこと家で殺そうとしたんだよ。あんな足悪いおっさんを。森ドン事件知らないん。警察呼んでーっつってね。あれすごかったよね。石川紀之包丁握ったかんね。ツイデブじゃない時代は俺も知らない。もともとゲーム配信者でしょ。あ、こっち出川哲子の部屋さんいらっしゃい。偽札事件しか知らないの？マキルさん。マキルさんも知らないの？超面白かったよ。もう因縁の仲なの。もうムックスから仲悪いの、石川紀之とヨッサンって。でも壮絶なディスり合いでヨッサンも一切引かないのよ。あ、石川紀之ぐらい気が強いのね。でも怒鳴り合いになっちゃって、放送中にコラボしたら。でヨッサンがそのまあその、まあ、簡単に言うと紀之さんの奥さんのことをディスったの、彼女のことを。でディスり続けてやめなくて、で紀之が「ああ分かったよ」っつって、足歩けないのね、ヨッサンって人は。でヨッサンの頭をグッて掴んで、思いっきり壁にバーンって バーンってやって、壁がボコー抜けて、で馬乗りになって「わあうわ」っつって、でもうスタッフ、裏側にいたスタッフとかが出てきて「やめようやめよう」みたいな、「配信料ダメになるから」みたいな。で紀之さんが包丁掴んで。で、1ヶ月間ぐらい休止になったんじゃなかったっけ？活動。そんな感じだね。ゲーム配信で棒読み入れてた。あ、それ知らないわ、ロックマン事件は。すごかったよ、本当に。で、その時に石川紀之がコメントしたのが後日、包丁を握ると落ち着くっていうね、名言を残した。石川紀之さんで、ね、横山みどりを殺そうとしたこともあったのね、包丁で。で、捕まってるんだっけな。だから、あの包丁、石川紀之と包丁は結構有名なんだよね。すごいよね。配信業のトップ走ってる人を引退つうか、1ヶ月ね、あれまで追い込んだわけだから。実はよっさんのお父さんと話したことあったけど、石川紀之のこと怒ってたもん。朝方にいきなり来やがってとか言って。のりゆきさんのこと大嫌い。だよっさんの家のあの汚さを生で見てるからね。すごい部屋だよ、本当に。よっさんが引退した時会いに行ったんだけど、よっさんは普通に飲んでなければ普通にいい人だけどね。おみゆついらっしゃい。和道さんとかも道で握手とかしてとか言われない？ね、さすがに握手を求められたことはないけど、写メ撮られたりとか、あと「おいマミリン花火ありがとう、リスワン撮ったよありがとう」。さすがにね、あのまあ遠くから写メパシャって撮られたりとか、ざわざわっていうのは何回もあるし、1ヶ月に1回か2回声かけられる。道端を歩いてると
和道さんですよねって言われて、おお、しんさんだ、しんさん久しぶり、ビールありがとう、しんさんありがとう、久しぶりだね、しんさん。そう、だからたまに声かけられるレベル、俺ぐらいでは。1ヶ月に、あ、なんか和道さんだとか、なんかニコ生の和道さんですよねとか、あ、そうですよっつって。ミュウツーの LINE 凸はリスワに貢献できましたか？おめでとうございます。あ、ごめんなさい。貢献できてないです。そんなに影響ないです。前迫さんいらっしゃい。さすがにそんな影響力はないでしょ、ミュウツー。ありがとね。放送中、正行に。ああ、モリドン2ね。懐かしいね。でもまあね、ほら、YouTuber とかと違って、そこまで有名じゃないから、本当に一部の好きな、世間的に言ったらさ、本当に、どんな感じだろうね。生放送を見る人って本当に限られてる人だから、1000人に1人ぐらいだと思うよ。1000人に1人、500人に1人とか。ドレさんとか最近潜って見てるけど、あの人喋り方とかすごい好き。ドレさんはトーク力あるよ。ドレさんはね、評価が遅すぎたんだよ。売名が下手なの、ドルさんは。パチスロ結局どうなったの？ 3 万、4万、違う、3万9000円負け。3万9000円負けで、なんか最後の最後に、1100枚取り返したの。ありがとう！花火ありがとう！サンキュー！ 2 発上がったから減らさないとね。ありがとうございます。あざーす。ありがとう、マミリン、いつも。嬉しいよ。なんかね、花火投げてもらえると、やる気が出るんで、応援よろしくお願いします。嬉しいよ。ありがとう、いつも。まあ、これからね、旅配信始まるから、盛り上がってくると思うけど。お、姉ちゃんはどつ？どう、姉ちゃん、繁忙期終わった？格闘技後は一気に有名になりそう。いや、そんなことはない。ぶっちゃけた話言うと、今が一番美味しいのね。格闘技後が有名になるって考えてるで、ドレさん言ってるけど、それはね、読みが甘い。格闘技の後、かそるんだよ。逆に、格闘技までの今に閲覧を稼がないといけないの。自分のファンに変えないといけないの。だから、ドレさん分かってないと思ってて。実は今が一番ね、みんなと絡みやすい時期なのね。和道とか、てるちゃんぴんとか、みやびさんとか、もう、さとみさんとも絡めるし、のりゆきさんとも絡めるし、今なんだよ。だからね、ドレさんはちょっと、やっぱどっかまだ配信者としてずれてるなと思ってて、格闘技後に有名になるんじゃなくて、格闘技の後はネタがなくなるから、危機感を覚えないといけないの。次のブッキングをしてないといけない時期なのよ。だから俺、旅を入れてるわけじゃん。で、普通の配信者、ほら、例えば、便所さんは、空っていう企画とか入れてるでしょ。今がね、一番大事な時期なのに、油断しちゃってるんだよね。ドレさんもっともっと上に行けるのに、格闘技後に俺は有名になるんだって言っちゃってるから、違うよっていうのは、それは思ってる。ドレさんを否定してるんじゃなくて、ドレさんはもっと上に行く配信者だから、ちょっとね、まだ配信の、慣れっていうのがないんだよ。何をやっていかないといけないっていうのがまだ分かってないから、ちょっともったいないんだよね。次の企画をね、用意しておかないダメ、ドレさんは。格闘技のイベントの後、誰も話さなくなるからね。祭りが終わった後っていうのは、本当にもう、なんつうの、もうかそるんですよ。だから次の祭りを用意しとかないと。もったいないよ。そう。有名になることと閲覧が維持できることはまた別のロジックなんだよ。今ね、ドレさんはフォロワーをガンガン獲得しないといけない時期。あとね、もうキャスには見切りつけないといけないのに、ダメなんだよ。テルシャンピン、天然系、キレキレ系、それともおバカ系？おバカ系に属するのかな、どちらかっていうと。テルシャンピンは、24歳で若い女の子たちに囲われて、今、キャーキャーされてるかな。この子なんだけど。ちょっとね、今、ヒカルくんとコラボしてて、ヒカルくんのリスナーを取り込んでるから、うまくいってるんだけど。いや、多分ね、姉ちゃんは面白くないと思う。
トレさん旅配信したいって言ってましたね。それこそさ、俺の旅配信にくっついてっちゃった方がいいんだよ。1週間ぐらいくっついてくわとかさ。おー、新さん花火ありがとう。自転車で日本一周っていうのは俺はちょっとないなと思ってて、そういうのって、なんて言うんだろうな、俺はちょっと違うと思ってる。俺はちょっと違うと思ってる。自転車でやるっていうのは企画になっちゃうんだよ。俺は旅人になるのが夢だったのね、ガキの頃から。配信の企画じゃなくて旅をしたかったからね。だから、なんつうんだろう、普通に旅の良さみたいなもの、旅番組をやりたいんだよね。な、1万人リア突だけかな、企画を組むとしたら。リスナーさん1万人に会うまで帰れないっていう。そう。なんか配信稼ぐ、配信とか閲覧とかフォロワーとか稼ぐだけの、なんか配信者にはなりたくないと思ってて。それこそなんか、人生の実りにあるようにやりたい。おー、すごい！花火ありがとう、シンさん！ありがとうございます！バブリー！シンさんありがとう！どうした？景気良くなってきたね。だんだんね。ありがとう。旅中に飲み配信ありますか？例えば。いや、俺は飲まないけど、俺は酒飲まない配信者だから、全然一緒に居酒屋行こうよとか、全然やるよ。うん。絡むよ。うん。配信者ともどんどん絡んでいきたいと思ってるから。いろんな人にリアとしに行く。で、それを、なんか、それで、なんか、こう知り合いを増やしたり仲間を増やすっていうのが目的だから。3年ぐらいかかるんじゃないの？だって1万人リアだっつって誰も。うん、絡んで絡んで、前迫さん。ぜひ。みんな絡んでね。会いに来て。頼みますよ。みんなが絡んでくれないと、俺はリア突の旅が終わらないから。富山だ。富山ね。まあだから1万人リア突なんてさ、なんだっけ、海老蔵さんが1000人やったんだっけ？それで何ヶ月かかってたよ。3年かかるっしょ、多分。海老蔵さんが1000人リスナーさんリア突するまでに多分とんでもない量かかってんだよ。2ヶ月3ヶ月ぐらいかかってるから、3年は帰ってこれないだろうね。超きついと思うよ。前代未聞って言われてるもん。そう。あ、一応イベントの時とか企画の時とか仕事の時は帰ってくるけど、家に。この捨て頃も2週間ぐらい前に帰ってきたりとかしてトレーニングとかやるから。だけど基本的にはその旅をずっとしてるっていうのが主流になると思う。もう大手になるまで帰らないって決めてるから。1万人リアド成功したら絶対大手になれるから。だから自分のその、なんつうの、代名詞的な企画を作ろうと思ってて。うん。もうこれ帰ってきたら大手確実っていうのまで追い込んでるかな。ツイキャスでしんどそうだった。その時何人だったか忘れたけど、確か1000人じゃなかったかな。海老蔵さんどれくらいやったっけ？ちょっと覚えてないけど。カラオケ行こうかな。カラオケ配信やる？カラオケ配信求めてない、誰も。カラオケ行こうかな。海老蔵さんが俺の枠に来た時にリア突初めて全く絡めなかった。へえ、不人気。なんでそんなに嫌だ。 そんなに嫌いよ俺のカラオケ。もうめちゃめちゃ人気がないんだよね。
嫌なの？いや、別に雑談でもいいけど。ドラム配信？いや、ドラムはね、いや別にできるよ。ドラムできるけど、ドラムピンは面白くないよ。うん。ドラムピンは面白くなくて、レクチっていうリスナーさんとスタジオ入るとすごい盛り上がるね。一緒に。そのギターとかね、ベースとかがいないと面白くないんだよ。素人さんはドラムピンで聞いても多分わかんないんだよ。だってさ、簡単に言うとさ、ズッズッターン、ズッズッターン、ズッズッタ、ド、ドッターンって聞いてて面白い？絶対つまんないじゃん。ツッタン、ツッタン、ツッタ、ド、ドターン、ツッタ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 、ツッタ、ツッタン、ツッタン、ツッタ、ド、ドターン、ツッタン、ツクタン、ダダ、ドン、ダン、ドドとか聞いても面白くないじゃん。だからね、それはね、配信っていうか、その基礎練習みたいになっちゃうんだよ。ドラム配信って。やっぱセッションしないとね、面白くないよ。楽器配信は。本当はね、バンドも組みたいんだけどね。ドラムって裏方の楽器だから。昨日はスロットいくら負けた？ 3 万9千円かな？ニコ生でドラム配信懐かしいですね。ボロクソに。そう、ボロクソにディスられんの。ドラムマニアできないんだよね、俺。結構ね、ダンスやってる人もね、ダンスレボリューションできないし、ドラムちゃんとやってる人もね、ドラムマニアできないわっていう人多いよ。あれはね、やっぱゲームなんだよね。面白くないっていう感覚わかるんだね。わかるわかる。それはわかる。それはわかるよ。だってかそるんだ。数字に出るんだもん。面白い配信はやっぱ数字に出るよ。結構うまいのにディスられるやつ。そこまで下手ではないと思うんだけどね。言うほど下手ではないと思うけど。でも好き。ありがとう。喉の調子が戻ってきたから、俺は歌を歌いたい。なんかね、微妙なんだよ。そのね、カラオケ配信って、結局、可愛い女の子とか、絵面がいい子だと見れるんだよ。だけど、ぶっちゃけた話、歌唱力、本当のプロぐらいの歌がないと、やっぱ聞けないんだよ。そのさ、うまいか下手かよくわかんない素人の歌とか、誰が興味あるんだって話じゃん。そう。叩いてみた、弾いてみた、とりあえずアンチ湧きますよね。うん。アンチが湧くんだったらまだいいんだけど、かそるからね、普通に。普通にかそるから。負けて金に余裕ある。金に余裕なんかないよ。命がけで打ってるんだよ、こっちは。命がけで配信やってんだよ。でも、まあ、俺は損だと思わないけどね。まあ、4万円失ったのはでかいけど、新しいリスナーさんとも出会えたし、リスワン取れたし、なんか、まあ、こういう配信スタイルありなんだっていうのがあったから、自分の中で。っていうか、のんたんとデートしたいな、俺。のんたん帰っちゃう。俺ね、朝寝てたじゃん。こう、もう超疲れて寝てたの。徹夜でさ、スロットオープンラストでやって、夜中まで配信やってたから、超24時間配信やってたのか。でも、マッサージしてもらって、そしたら俺、のんたんに寝込み襲われたんだけど。のんたんに朝寝込み襲われて、で、のんたん起きたらいなかったんだよね。リスワン取れたらすごくない？うん、クジラのスタッフになれるかも。クジラのスタッフって何？はるかさんいらっしゃい。クジラのスタッフになれるかも。なんだろう、クジラのスタッフって。ちょっとよくわかんないね。はるかさんいらっしゃい。リスワン2日目に取れたの、快挙だからね。快挙だよ、本当に。俺の中では超自信ついた。3月の呪いが吹っ切れたよ、本当に。3月つらかったわ、マジで。売り上げ上がんねえしよ。リスワン取れねえしよ。
何だったんだろう3月。クジラのスタッフになるの？マジで言ってんの？はるかさん。へえ。クジラのスタッフになるの？へえ。ネックさんありがとう。マジで言ってんの？そうですか。やばかったよね。やばかったよ、3月は。ほんと呪われてるなと思ったもん。不採用かもしれん。何？利用者じゃなくてスタッフになるの？いや、まあ、無意味にディスられるのはもうデフォだから、俺はそこはグダグダ言わないけど。年度末によりリスナーさん多忙だった。多分ね、それが一番あると思うの。なんだろう。特にアイテムバンバン投げる人って、その私生活でお金困ってない人とか、事業でうまくいってる人とかばっかりだから、なんつうの、そのお金にシビアになる時期なんだよ、3月って。だけどね、ありがたいことにね、花火とかも4月に入っていらわれる、いらわ、なんか、ねら、もらえるようになったし。すごい良くなったよ。ありがたいよ。もう3月のまま、3月のままだったらどうしようと思ったもん。スタッフで面接に行った、あなたキャストじゃないのって言われた。へえ。人募集してないと思うんだけどな。人いっぱいいるはずなんだけど。元スロプロだけどアドバイスいる？いらない。3月すごい投げられてた。俺3月不調だったね。全然ダメだった。俺は利用者だよ。俺は違う会社だよ。かっちゃんいらっしゃい、ワードツー。配信者って究極の水商売だから、そんな月もありますよ。そう、本当に水商売に近いんだよ。ミューズーさん、ありがとう。また来てね。おい、花火ありがとう。花火ありがとう。あっちゃん、ありがとう。ありがとう。仕事してるのにみんなよそ見して見られて挨拶してどうすればいいかわからない。大変だよ。すごい大変だよ。昨日のスロット配信楽しかったです。ありがとうベックさん。俺も楽しかった。すごい。花火いただきました。ありがとうザマース。あザマース。かちゃんありがとね、いつもね。みんなあれ来るの？捨て頃。捨て頃来る？捨て頃。大変だよ。マジで？来るの？かっちゃん。よかった。手に入った。よかった。よかった。会えるね。姉ちゃん、姉ちゃん興味ないでしょ。姉ちゃんでも好きそうだけどね。配信好きは絶対来ないとダメだよ。結構来るよ、和通さん。10人ぐらい来るよ。オフ会やる？かっちゃん。看護婦とか看護師とかと同じ仕事だよって言われた。いや、全然違うと思うよ。まあでも、メンタルのケアだね。
いや、てるちゃん応援してるよって、俺対戦相手だから複雑なんだけど、それ。俺テルと戦うんだからさ。どっち応援するかはっきりしてよっていう。一応対決するんだから、二人とも頑張ってって。ダメでしょそれは。それはダメだよ、どっちか決めてよ。それはダメでしょ。どっちか勝ち負け決めるんだから、殺し合いをするんだから、うん、まあね、お互いね、リスナーかぶってるからね。いや、そりゃそうでしょ。コノミンっていう子は結構和道の放送も来てくれるけど、あの、私はテル応援するわって言ってたよ、うん、和道さん好きだけど今回に限ってはテル応援するからよろしくねって言われて、うん、二人とも頑張れってどういうことだよね。勝ち抜き戦じゃない、一試合だけ。だから K1 みたいにトーナメント制ではないんだよ。配信は便所太郎さんのところである。だから YouTube に動画が上がるから検証枠はやるよ、うん、配信は便所太郎さんがやって、でその機材のスタッフさんも雇ってあるから、そのスイッチャーっていうんだけど、例えばそのイメージするとね、ちょっと待ってイメージすると、ちょっと待ってね、こういう感じになると思う。例えばだよ、イメージだよ、1カメ2カメ3カメって言ってカメラを複数台用意するのよ。で例えば、まあ、こういう映像があるとすると、これがリングから外の映像だとすると、こういう風に、あ、カメラが止まった、あれカメラ止まっちゃったよ。こういう風に1カメでその寄りの映像を、2カメで引きの映像みたいな感じで、スイッチャーっていう仕事なんだけど、こういう風にその観客席の映像を、実況席の映像っていう感じでカメラがこうスイッチしていくと思うよ。こういう動画になると思う。ニコ生では配信しない、キャスだって。いや、上半身裸バンになるから服着て戦う。第一と最後の試合しか便所さん配信しないと聞いたよ。いや、それはなくなったよ。全試合放送するって言ってた。うん。え、それいつ言ってた？最初の頃でしょ。俺、それ、便所さんに問いかけて全試合放送してくれっていう風に言って。で、最初の1ラウンドだけ映して、2ラウンド以降は観客席映すって。うん。これがスイッチャーっていうやつね。うん。それでは実況の、石川の竜樹さんつって、ああ、いい試合してますね。和藤さん、右フック入りましたよ。右フックが入りました。つって、こう、ファーってこうやってやってるみたいな。DVD は売らないっつってたよね。DVD 売らないって。これがスイッチャーっていう仕事ね。そうそうそう、カメラスイッチングがあるってこと。そういうこと。ただ、心配なのは、ツイキャスの電波がどこまで耐えられるか。その、なんて言うんだろう。その回線が重たいから、高画質にしようと思えばいくらでも高画質できるんだよ、今の時代。ウェブカメラでも。俺は実況入りたいけど、その閲覧稼げないから、うん、フォロワーが少ないから、石川紀之と TJ でありだと思うよ。俺はナイス采配だと思ってるけど、俺格闘技の実況は全然やりたいけどね。本当はリングアナだったんだよね、石川紀之は。うん、ただ途中で KO シーンとか見れないと思う。後日動画になると思う。まあそれはいいじゃん、俺もギャラもらう試合だからさ、ちょろっと映れればいいやぐらいに思ってる。和道スタッフみたいな人が観客として行って和道枠として放送したら怒られちゃうの。全試合放送権限があるのは便所太郎さんだけなんですよ。200万近く払ってんのね、便所太郎さんが、いろんな人に。
だから、俺もギャラもらうから、俺らには放送権限はない。ただ、特例として、リスナーさんは携帯電話での撮影は禁止してるの。リスナーさんは放送しちゃダメなんだけど、ハンディカムとかなら持ち込み OK なんだって。で、撮影も OK なんだって。ギャラ出るよ、もちろん。だから、かっちゃんとか来るんだったら、ハンディカム持ってきてもらいたい。持ってるんだったら。それで試合撮影 OK だから。それで、俺が YouTube 用に動画もらったら、たくみさん見てるかな？たくみさんハンディカム持ってたら、レクチとたくみさんとのんたんに撮ってもらって、そしたら複数台から、ね、編集できるから。そう。で、あともう一つ許可されてるのは、生放送の撮影はダメなんだけど、楽屋の、撮影は OK 出てるから。極端な話、俺楽屋から出れないんだよ、当日。試合会場で客と絡めないの。選手だから。そう。だから楽屋の風景で、楽屋で絡むのは OK。そうだよ、かっちゃん OK だよ。かっちゃんは、ハンディカムとか、デジタルカメラだったら OK な。チケット売り切れ。300枚売り切れ。だからみんなハンディカム持って撮影してほしい。で、後日俺に動画のデータ渡してほしいんだよね。そしたら俺が俺で俺の試合編集できるから、いろんな角度の。生放送がダメ、そう。当日の立ち見残ってんのかな？それ便所太郎さん今枠やってるから聞いてもらいたいけど、便所太郎さんの枠に行って。今放送中だよ。今放送してるから聞いてごらんよ。おはよう、乃木編。大丈夫か、体調。大丈夫？病気は。とにかく俺が協力してほしいことは、4月10日からリア凸の旅に出るから、みんなに会いに来てほしい。近くまで行くから。今どこにいるから会いに来てって言って、とか、どこどこで集合っつって、もう本当に1万人全員に会いに行くから、見てる人は全員、近くの県とかに来たら会いに来てほしい。体調良さげ、よかったよかった。じゃないと1万人なんて到底無理だから。乃木編も会おうな。な。で、できればステッカーを買ってほしい。ステッカー販売するから。あ、そうだ、ステッカー販売の業者さんと打ち合わせしないといけないんだ。便所さん、立ち見とキャンセルあればチケットあるかって。ジェルデさんワード2いらっしゃい。楽しんでってください。いらっしゃい。ステッカーって言わずにシールって言うんだ。そうだね、シールだね。リアドス来てね。まあまあ、かっちゃんの場合は、なんだ、ステゴロの時に、オフ会の時にさ、オフ会とか、試合後会場で待ち合わせしてもらったら、俺絶対、みんなと挨拶するから、その時になんか、ステッカー買ってくれたりとか、リア凸カウント入れてって言ってくれるとありがたい。会えるから、ステゴロに来る人は会えるからさ。大福さんいらっしゃい、ワード2。お、グッズが売れてる。お、ありがとうございます。グッズが売れた。ありがとう。和同 T シャツ、ステッカーが売れた。ありがとう。意外とパーカーステッカー売れてますよ。ぜひ、あれですよ、かっちゃん、試合会場には、和同 T シャツ着てきてくださいよ。和同 T シャツ。和同パーカーか和同 T シャツ着てきてくれると、すごいテンション上がるんで。和同パーカー発売中です。和同 T シャツはこちらです。サイズも選べるんでね、ぜひ和同 T シャツ買ってください。5250円で販売してます。よろしくお願いします。今セールで500円引きですよ、皆さん。
今、セールやってますんで、500円引きで買えます。5750円の、T シャツが5250円、500円引きで買えますので、ぜひぜひお買い求めください。よろしく。マロングラッセのりこの絵が怖い。あれは彼女が描いたイラストだね。4月10日までだね、セールは。4月10日まで販売してます。記者会見間に合った？記者会見寝坊した。 記者会見寝坊した俺は。外配信でも行きますか？外配信でも行く？見たときワドさんいなかった、ごめん。思いっきり寝坊した俺、記者会見。外配信行こうかな。どうしようか。外配信見たい？外配信行く？寝坊しちゃったんだよ。試合寝坊したらもう50万の罰金だからね。みんな起こしてよ。みんなもう俺の LINE バンバン鳴らしてね。起こしてよ。てか、のんたん何時に来るんだろう。のんたんに電話してみようか。のんたん。のんたんに電話しよう。のんたん来るんだったら、のんたんと一緒に外配信行こう。何時頃来んのかな、のんた。あ、ありがとう、ビナちゃんマン。快挙だね、快挙だね。2日に撮れたのは快挙だと思ってる、マジで。超嬉しかったよ。運が良かった、本当に。あれ？あれ？バグった、バグった、どうしよう。のんたん出ないね。2日に撮れたのは快挙だよ。スーツ買った、スーツを買ったんじゃなくて、ね、ワイシャツ買ったんですよ。ワイシャツを買った。なんかさ、デザインどうしようかなと思ってシールを作るんだけど、はい、ワード2、ロクちゃん、アイテムありがとう。上にいれば目立つっていうかね、上の方が取りづらいんですよ。だからすごいね、快挙だったなと思ってて。みんなさ、ライブハウスのさ、ステッカーって知ってる？ライブハウスのステッカー。のんちゃんとより戻したよ。ライブハウスのステッカーデザインしようと思ってて、俺のグッズ、そう、やっぱ昔バンドマンだったっていうのがあるから、こんな感じで作ろうと思ってるんだよ。デザインは。ちょっと待ってね。こういう感じ？わかる？かっこよくない？布製のステッカーで、なんつうんだろう、和道の異常なゼミナールっていう感じで、こういう感じで1000円で販売しようと思ってんだけど、デザインどんな感じにしようかなと思ってて。1万人の凸にちなんだステッカーにするの。ね、予算の関係でステッカーはやっぱ1枚だけ作ろうと思ってるんだよ。だから旅限定、そうそう、バックステージパスのことなんだけど、
これがバックステージパスってやつ。そのニコ生の語源になってるやつ。要はこのシールを貼ってあるとライブハウスとか出入り自由なんですよ。だからバックステージパスって書いてあるでしょ、ここに。バックステージパスって黒いザックスって書いてあるやつとかね。シャープ9って、シャープ9ってなんだろう。そう。だからこういうデザインでステッカー作ろうかなと思ってて。なんかバンドマンらしくていいなとか思ってて。うん、どうしようかな、定番系のを作るか、旅配信にちなんだやつ作ろうか、どうしようか迷ってるんだよね。左から2番目、上から何番目、左から2番目って、左から2番目のどれだろう。クラブ B シャープ9ってやつ、あ、じゃあクラブシャープ9ってやつかな。ジェラルミンケースはね、バンドマン御用達ですよ。あとまあこういう感じ、これが俗に言うバックステージパス。一番上の左、あ、クラブ9って書いてあるやつかな。クラブシャープ9って書いてあるやつかな、うん。これがバックステージパスってやつね。いろんなデザインがあるんだけど、これステッカーで販売してる人いないから、あんまり。これありかなと思ってんだよね。和道の異常なゼミナールステッカー。かっこいいよね。うん、どう？ありでしょ。これを1000円で発売します。デザインはまだ作ってないんで、どういうデザインになるかわかんないけど。ノンタンとどうしてより戻したの？ノンタンの話、まあ別に嫌いだったわけじゃないんだよ、ノンタンのことが。で、その配信に関する捉え方とかは違くて、で、ノンタンはより戻したいって言って、俺も別に戻したいなとは思ってたんだけど、話し合ったの、二人で、ゆっくり。で、俺の望みっていうのは、その配信には口出ししないでもらいたいっていう。で、その俺は浮気とかノンタンと付き合って半年ぐらい浮気も一回もしたことないし、やってないでしょって。だから俺は女性配信者とも絡むし、そのコラボもするし、その女性リスナーさんのリアトツも受け入れるし、もう放送に関しては口出ししないで応援してもらいたいっていうことを正直に打ち明けたら、ああそうするって言ってくれたから、そう、それだけ守ってくれるんだったらお互い関係がうまくいくじゃんっていう話をしてさ。で、そしたらノンタンが理解してくれたから、じゃあより戻そうっていう感じになったかな。セミハードを BSP をベタベタ貼りたい。そう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 、それがまあ定番だよね。バンドマンの。その、ジュラルミンケースみたいな、ね、楽器ケースに、まあ、スタッフパスをバンバン貼るっていうのは結構バンドマンがよくやってる。要は、地方ツアーとかでこのライブハウスに出たよっていう。あれ、箔がつくんだよ。ノンタン系だけどね。うん。私は打楽器さんいらっしゃい。手書きできる部分もあるのもいいんじゃないですか。そこに和道、あ、そう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 、それを書こうと思ってる。日付と、その、ネーム書く場所を作ってて、要は俺がメッセージそこにサイン書けるようにしようと思ってる。マッキーで。そう。だからもう本当にライブハウスのデザインみたいな感じで、その、やろうと思ってる。あとまあ、リストバンドとかも考えたんだよね。リストバンドも考えてた。まあ今回はステッカーから入ろうかなと思って。やっぱ旅続けるんだったらお金は絶対必要だから、うん、ここの家賃も払いながら旅しないといけないから、もうそこは貪欲に行こうと思ってるね。貪欲に。Thank you.
バンテージも洗わないとな、臭いんだよね。やっぱ練習で汗かいてあれするから、バンテージがさ 臭いんだよ ドレさんともう一回ぐらい練習したかったな。最後の日、俺の風邪でキャンセルしちゃったかんね。ドレさんともう一回練習したかった、俺。バンテージもちょっとボロボロになってきたよ。使い込んできたから。最初はね、バンテージの巻き方も分かんなかったのにね バンテージの巻き方分かんなくて、検索しながらみんなでどうやって巻くんだって苦労したもんね。これ巻くとさ、スイッチが入るんだよね。入場曲とかね、本当はレクチーに頼もうかなと思ったんだけど、いいやと思って、便所太郎さんに任せることにした。なんかレクチーもライブとかで忙しいだろうから。どんなデザインにしようかな。風といえば、そういえば今日、出勤時間2分前に風邪ひいたっぽくて仕事行けないっぽいんですよ。コホンコホンって電話かかってきたんですけど、涙出ちゃいます。いや、経営者大変だよね、本当にね。バイトの子？コホンコホンって言われちゃった。休めって言うしかないもんね。ねえ、休めって言うしかないもんね。来てなんて無理やり言えねえもんな。どうすりゃいいんだよって話だよ。経営者は大変だよな。あ、でもね、旅から帰ってきたら、もしかしたらまた店やるかもしれない。リスナーさんと会ってきたんだけど、
なんか俺と一緒に店やんねえかっていうふうに声かけてもらって、和道と一緒に仕事したいから、なんかもう一回店やんないっていうふうに、まだいるんだと思って、 あんだけ店潰したのにまだそう言ってもらえる人がいるんだと思って、もしかしたら旅から帰ってきたらカフェとか開くかもしれないんで、それだけ。近々ではやらないけど、いつか一緒に仕事したいっていうふうに言ってもらえて、その時はなんかカフェかなんかやると思うんで、飲み屋やるかどうかわかんないけど、バー時代今となっては懐かしいな。そうだね、懐かしいよね。もう遠い昔の話みたいだよね。まあ、やるとしても小さい店になると思うけど、大規模ではやらないから。ね、もしやるとしてもプレイヤーではやらなくて、オーナー側でやろうかなと思ってて。カフェは儲かるの？カフェは儲かんないでしょ。カフェは難しいよ。バーじゃなくて昼間のカフェ。どうしようかなとか思ってて。カフェバーとかでもいいし。ユイガのベスト着てたやつバー。D プラスですか？ D プラスはバーっていうか、あれ、キャバクラとバーの併設したやつじゃなかったっけ？こんばんは。M ヤマトさんいらっしゃい。新しいフォロワーさん、ミルコクロコップさんフォローありがとう。カフェ、まあ東京とかだとあるけど、まあ儲からないよね、やっぱり。単価、客単が低いから。個人でやってる店とかほぼないよね。やっぱ安くて、そのね、ある程度、まあスタバとか行っちゃうよね、みんなね。店開いて頻繁にカラオケしてたの懐かしいな。ずっとカラオケ歌ってるだけだったからね。 まあ店は何かしらオーナーで持っときたいなっていうのはあるから、ガキの頃から。まあどこでやるかわかんないけど、まあ声はかけていただいたっていう報告だけ。どうしようかな、ステッカーのデザインやろうかな。作業枠に切り替えてもいい？なんかステッカーのデザイン作ろうかなと思って、雑談しながら。諦めた方がいいって何が？いや、なんかバーで一発当てようとかそういうのはないよ。あくまで配信業が俺はメインだから。ただまあ事業は何かしらやってて面白いから、好きだから。じゃあデザイン作るか。一回打ち合わせに行こうかな。どうしよう。一回今日の一句、ホステスと夜桜デート、亭主散る、うまい。ちゃんと季語も入ってる。外配信に行って一回そのステッカー屋さんと打ち合わせに行ってからの方がいいのか、どうしようかな。ステッカー屋さんと打ち合わせに行こうかな、今から。外配信行こうか。で、外でカフェとかマックとかで電源取りながら、それで外でデザイン組むか。ちょっと外配信行こう。準備します。配線がぐっちゃぐちゃな。Thank you.
本当はね、のんたんが来てからのんたんと一緒に行くのが楽しいと思ったんだけど。ああ、引っかかったな。姉ちゃんありがとう、ありがとう。姉ちゃんから花火いただきました、ありがとうございます。チップありがとう、サンキュー。外配信、ノマドワーカーっぽくさ、外配信しましょう。姉ちゃん花火4個ありがとう、サンキュー。花火4個、合計5個だから67、ありがとう姉ちゃん、サンキュー。チップありがとう、サンキューです。姉ちゃん最近飲んでるの？外で。たまにはね、付き合いますよ。ありがとね。外配信の道具だから、どうしよう。これでしょ。で、金は持ってきた。タバコ。タバコと、あと何が必要だ。外配信、歩きでいいよね。歩きで行こう。これだ、配線。配線と。もう電車、あ、まだ電車あるんだ。電車で移動しようか。電車で移動しよう。まだ早いわ。花火ありがとう、大福さん。花火ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。ありがとう大福さん。一回打ち合わせをして、今からステッカー屋さん行って打ち合わせをして、でどっかのカフェに行って作業配信するわ。それで行こう。それでいいでしょ。部屋の中にね、いても面白くないもんね。中央公明ですのホームですごい減ったら、なんかあったの。あのね、なんだっけ、なんだ、オリンピックの関係で、追い出してる。オリンピック始まるからもう出てってくれって言って。あと携帯電話か。ちょっと待って。Thank you.
ご飯食べてないじゃん、全然。ご飯食べてないじゃん。あ、のんたんが買いくれたのか。のんたん買いなんだ。あ、充電がね。銀猫とか医療施設。銀猫って何？じゃあみんな一回 お別れしたいと思います。続きはですね、外配信をやろうと思ってるんで、皆さん見に来てください。お疲れ様です。ステッカー作りに業者さんと打ち合わせに行くので、その時外配信をします。お疲れ様、ありがとね。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。